ソルトさんの隣。コウスケさん、この度はそうですか、今どこに来まして、いえいえ、仕事してる時が一番恥ずかしい。あじゃあ今日はコウスケのお店、はい、ここはどこの何があるんですか。こういう名前です。栗山、はい、ファニチャー。栗山町のハグブランドです。え、ここ栗山町じゃないですよね。あ、違う、栗山町で、うんうん、木を使ったのよ、本当で。栗山町の家具屋さんたちの家具屋さんた組合。うーん、栗山は有名なんだね。有名っていうか、ちっちゃい町なんだけど、うん、家具屋さんがいっぱいある町で、で、それがみんな集まって、うん、組合会社作ろうと。ほうほうほう。で、ホームユースふーん、お客さん向けのハグを作りたいっていうことで、ほうできたブランドです。なのにすごいいろんなとこに入ってるじゃん。どういうこと？その病院とかさ。ああそうね、その札幌ドームとか。そうだから、もともとは、うん、あの企業相手にものづくりしている家具屋さんばかりだから、うん、そうだからいろんな文化財、うん、北海道の文化財のようなところも入ってるし、うん、いろんなホテルさんにも入ってるし、うん、そうだよね。そうだし、じゃあそれはちょっとここに紹介、はい、出して出して、はい、出して、ここね、ここやらここやらね、うん、はい、まあ一応ありますありますページに。あ、そうですか、そうですか。だからそれを、うんうん、一般のお客さん向けのブランドを作りたいっていうことで始まった組織。なるほど、ああなるほど、なるほど、そうなんです。なるほど。私一応これはモンベル、あ、こっち、あ、こっち、あ、こっち、ね、こっち、ね、あ、こっち、栗山ファミチャーで、こっちはモンベル、ダブルネーム、ね、勝手に、勝手にダブルネーム。で、今日の生贄は？今日なんか、あれ？あれ？もう座ってる、もう座ってる。腰やられてるから。また、なんか買うってなったらストイックディが出てくる。サングラスなのか。あれなのか、今回は家具買う。家具買うよ。出た、ストイック D、 家具を買う。家具ですよ。ようやっと多分ここでいろいろチャンネル離脱する人結構いるかもしれない。魚じゃねえのかって。いや、そうそうそうね、はい。じゃあ一回来てくれてるんだもんね。もう一回来てる、みんな来てる。うん、あ、そう、レッドさんも生息していて、ノッティさんがいて、はい、ノッティさんがいて、なんかとりあえず、まあ、翔太くんもいる、はい、ルアー塗りに。ソファー、そうだね。そう、ソファーを買いに来たのね。うん、ソファーを買います。ソファー、おー、いいですね。まあ、いいけどね。家具で。おー、いいですね。うん。シンプルで、いいんじゃないですか。ね。部屋も広く見えて。そうだね。これを200センチ。200センチ。とりあえず3人掛け1本。うん。から、あ、2人掛けをもう1本、うん、はい、こうこうして離して、はいはい、テレビ、いいでしょ。オーダーができるってこと？オーダーもできるし、うん、うちの組織はセミオーダーっていうか、うん、まあ、生地は100種類ぐらいそこにありすぎなのよ。生地、うん、それは好きに、好きに選んでも値段変わらない。選ぶってやつね。選んで作ってくれると。そうそう、でクッションの生地も変えても自由と。へえ。一応足が木の足ついてるんだけど、木の足も自由。変えれる。メタルにも変えれる。メタルはないけど。あ、メタルはない。でもまあ、うん、なんかあるよ。おお、メタルジグの話じゃないのね。違う。メタル足ね。足の話してアルミバリの足。アルミバリ。いや、ちょっと欲しいかもしれない。力なくていい。主張しなくていい。トングステン。トングステンね。うんうん。要は、ロボット掃除機を入ってほしい。はい。これはね、ちょっと低いボディにしてて、動物が下入んないように。なるほど。ああ、なるほどね。
だけどその足に別に付け替えれるから。なるほど。120センチだから、はいはい、ルンバとかね。なるほど。下と。あ、そういうのあんだ。そうそう、付け替えて。はあ。やっぱりそのソファーの下はゴミがたまる。いや、そうですね、うん、ロボット掃除機が入ってほしい。ああ、確かに。この辺は自由。確かに。そう、あ、そういうのあんだ。じゃあ、おかげありがとうございます。いや、早い、早くね。早い、まだ何も決まってないカヌレ。あとは本当はね、平面図とか。そうだね、もらえたら、これキャド図面買ったら。そうだよね。普通に平面プロットして平面図、これ何、データでもいい。データ違う。あ、データでもいい。何ですか。写真でもいい。写真でもいい。うーん。それにちゃんとデジタルデータを乗っけてやってるから。なるほど、なるほど。うん。そしたらこんな感じだよって奥さんにも見てもらえるようにして。なるほど、なるほど。とりあえずデータを送ってもらって。で、ルアーの色は？ルアーカラー、ルアーカラー。ルアーカラーね。これこんな感じで。おお。いや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 、めちゃくちゃいっぱいあるじゃん。生地も色も。そう、レザーも選べるし。レザーも選べるし、この生地もいろいろ撥水化機能あるとか、おお、目が細かかったり、お、すごい、本当だ、ちょっとゴージャスな生地とか、ほうほうほう、選べんと、どれ選んでも、はあ、自由な、自由か、はいはいはい、みたいな組み合わせを楽しんでもらってっていう感じですね。なるほど。これこんな感じの平面図で大丈夫。ああ、全然具体的になってきました。いいですね。このこのそれはそうなんだけど。いやいや、そうですそうですね。iPhone にただ遊びに来たわけじゃないよ今日。Android だってこう、ちびっこのもあるよこれ。まあそういうね、ほら、おじいちゃんたち釣りやるサクラマスとかシャケツ、おじいちゃんたちがこれ孫に買ったらいいんだわ。すげえつるんつるんよこれ。ああ、ああ、ああ、何月何日生まれとかさ、うん、レザー刻印して、へえ、ヤギちゃんとか生まれた日の刻印してさ、めっちゃいいじゃん。プレゼントしたやつ、めっちゃいいじゃん。へえ、まあまあこんなことやってますわ。いや、もう値段に関してはね、いつ値上げするか分かんないからちょっと言わないようにしといて。うん、見たら分かるから。あれ、サオタテじゃないよね。あれ改造したらサオタテになるじゃん。サオタテでも作るか、これね。作ろうよ。大丈夫だよ、高くたって。ソって焼き色しとけばいいでしょ。え？ソって。ソ？あ、ソ。ジュって。そうですね。それ面白いですね。まあ、じゃあ悩んでる間にちょっと探検しよう。レッドさんが座ってるのは椅子。クッキーです。クッキー、これもこれもちょっとなんかすごくない、これ、このペタンとした。あ、これ釣りから帰ってきてそれ座ってたらもう即寝落ちじゃん。これ即寝落ちじゃん。ああ、ほらこの腰当てがもう。いや、カタチョ、それもやばいんだけど、ね、こっちえ、これやばいんだよ、つまり。なんです？あ、これ、あら、あ、もう今日痛いからね、腰がね。これ外から見られてますよ、これ外から。悪いじゃん。これやばい。いいね。これがアカデミー。ああ、ヘッドレストね。ヘッドレスト、ヘッドレスト。ああ素晴らしい、素敵。いや、これカラーめっちゃ迷うな。あみだくじ。ソルト価格みたいなの出るかもしれないですよ。ソルト価格出るかな。ゼロ1個取れますか。ゼロ1個難しい。ゼロ1個取れますか。結構すごいな。ゼロ1個取れるんですか。ゼロは1個取れないですよ。それはもう要相談。相談は乗ってくれる。相談ならね。取るかしら。な。多数大丈夫ですか。それで、じゃあなんか八から下。八から下大丈夫ですか。あ、大きく多数。ああいうことはなんかそのテレビの番組みたいな。ナンパオフとか。すごいな。すごいなって。いや、なんか家具屋ってあんまないじゃないですか。うん、なんか、うん、あってもすぐなくなっちゃう。
なんか、ね、入れ替わりが、なんか僕もファクトリーに探しに行ってその時買って、で何年か後かにちょっと行ってみようかなと思ったっけ、もうなくて、そう意外となくなるんですよね。だから店なくなっちゃうと直したいとかさ、生地ちょっとねここあれだからとかが全く話できなくなるから、そう長く使うもんなのにと思って、あちゃんとガチでガチで話して、あなんかちゃんとやってる。そういえばレッドさん2日酔い大丈夫なんですか？あもう治りました。あすか、あ治りました。いや昨日実際マジで心配してたんですよ。あいつも即レス来るのに、うん、全然反応ないから、うん、なんか吐物とかがこう一人身だからさ、なんかしれっとね、僕車庫までしか分かんないわけですよ、うん、多分こっから降りてくると分かるけど何丸何まで分かんないから心配して、ちょっと心配して、本当はちゃんとしてくださいよ。ちょっと15時間ぐらい飲んでたえ、それ野球もないのに、野球もないのだからね、量が多くて長すぎるんですよ。ちょっと飲みに行きましょうって言われたらちょっと怖いんですよ、ね、開けるの。いやでもあれだよ、昨日はその15時間でカウントしてたら18杯だ。いや飲みすぎですよ。え待って18杯、しかも最初の1杯なんてなんかこんなちっちゃいやつだった。あ、それも数えて。それも数えてだから、賞味時間1本ぐらいです。1時間。これが1杯ぐらい。そしたらもう普通でしょ。うん、待って、でも400。時間を待ってるんですね。ね。え？時間に鳴らしたら。鳴らしたら1時間1杯ぐらい。じゃあ、1杯400だとして、10杯飲んだら4リッターですよ。それの倍飲んでるんですよ。8リッター飲んでる。原付き？どんだけ？バイクみたいな飲み方してるのやって。若干燃費悪い。いや燃費悪いですよ。で次の日動けなくなるっておまけ付きですか？おまけ。でまた今日もちょっと飲むよってたらちゃんと来てくれるっていう。もう。この場合さ、ここはコミュニケーション大事ですから。いやまあそうなんですけどね。そうなんですけど、釣りの時もずっと話してるし、もういい加減なくなる、ネタなくなるって話してるんですよ。これ配達の時も喋ってるから。そうの方がガチガチでやってこっちが抜けたら出るから。なるほどなるほど、まあ、ちゃんと相談乗ってくれるんですよ。右肘からなし、まだしてこっちも肘なし、右肘、左肘の芸人いましたよね。右肘、左肘。こっちラインに行った人が2015年に、今日は夜ちょっと集まってますけども、通常は6時までと、はい、いうことで。6時やん、16時、10時16時、6時16時、ダーテーブル。だいたいこういうちょっと空間を開けて、こっち面がまあちょっと合ってきたようなところがあるとか、なんかそういうカブチに対しての配置なので、カブチなので、クリアもハニちゃんはそうなんですよ、やっていくからあとな出んのよ、テーブル入れるか、テーブル入れてるか、テーブルもちゃんとテーブルね、ちょっとテレビ台とセットにしようかなと思って、なんかでかすぎるっていう。ああ、ちゃんとここのソファー座ったらすげえ釣れるようになったとか言ってくれるやるし。いやでも俺は結構見てる、あらゆるこう家具、あ今ね、海外ブランドの店舗、うん、調べたんだけど、うん、あとってやっぱ質が良くたのないのに、うん、あの値段に抑えられてる、うん、その栗山ファニチャーは、うん、ちょっと逆に大丈夫、高くしたいのよ、高くしたいのよ。いやいやでもこんなもんだろ、これで十分商売になってるからね、安い方だと思う。それはね、某 N さんとかさ、
トトリ。ああ、いやそれはそれで素晴らしいものなんだけど、その比べたらちょっと高い。だってあれはだって超大量生産なわけでしょ、うん、まるで違うじゃん。いやいやいや、もうだって使う今さらそのエルさんいや使う人たちもいるからね。そうそうそう、いやうちもそうなのよ。いやでもさ、あるじゃん、俺たちも若い時はそうしてたじゃん。ああそうだけど、こうやって30代後半40代になってきて、まああと15年20年楽しみたいなってなったらさ、やっぱりなるよね、うん、地元のそうとかさ、国産のとかさ、まあ海外の北欧系のそばが大変だからさ、海外は値段がもうね、いやすごいあばら跳ね上がってるから。そういうことは海外で考えたら、まあ旅費もあるわけでしょ、だって向こうから持ってこなきゃいけないでしょ、もうあるし、の日本の円のその、円安ですよね、カッシーナとかな、うん、ね、カッシーナまで行けないけど、カッシーナさんまでは行けないんだけど、まあね、一生ものと考えたら、ね、ありなのかなと思って調べてたんだけど、もう康介だからとかじゃなくて、この何この質でこの値段っていうのがすごいと思う。全然俺のこと信用しなくていいから。冗談で、ちゃんと今まで知らなかったけど、まあ康介が作ってるんじゃないのね。あ、そうです、私は設計、うん、職人さんはまた別にいて、設計屋なの。そう、まとめてブランドオーナーだもんね。うん、栗山ファニチャー、よかったら見てください。概要欄に。一番恥ずかしいやつ。仕事を見られるの一番。いやいやいや、仕事を見せていきますからね。だって全部オーナーに切ってわけではない。ダイニングの家が全部外国で、レラ全部2レの木、テレビ棒とかそのセンターから2レの木、元屋さんが座ってるケーキ屋とか、それはすごく無垢材だから、ね、一枚つないで作ったやつ、いいですね。撫でてる、みんなで撫でてる。仕上げが素晴らしい。変わり心地が。あら、すいません。あれあれじゃない？みんな太もも撫でるのと同じような感じになってる。大丈夫？大丈夫？さすりまくってるけど大丈夫？いいですね。僕はあのソファーで。うん。はい。次回。色も生地もなんとなく決まって。カヌレさん。お。書きますから、お待ちください。あとは100種類ある生地から選ばれる。あ、そうそうなの、生地まだね。それは綺麗になってくださいよ。伸びる伸びないとかもあるんでしょ、あって、うん、そう、まあでも合皮でしょ、合皮、合皮、合皮、全部合皮、うん、フェイクレザーだけど、だけどね、すごい今フェイクレザーの質が良くなった。いや、すごい、完成したら、あとはこの形とか、これやばいのあるんだよな。これすごくいいのでしょ。これどう、それめちゃくちゃいいですよ。あまり心地やばいもん。これは、あの動物の爪とか引っかいても大丈夫な試験をメーカーの方で取ってくれてるやつだから、めちゃくちゃ強度高いし、撥水加工もしてるし、それはちょっと同じグレードで置いてあるんだけど、うん、汚れに対しても汚れも強い、強い、うん、だけど子供の寝汗、寝汗ももう一緒だ、強いわ。鮭の血は、いやーすごいね、血はきつい、血はきつい、鮭ポンって投げて、投げないじゃん、血と炭だけ、血と炭は厳しい、炭も厳しいから、炭すげー落ちないんで気をつけてください。一番鮭持って帰ってきてソファーの上は一番わからない。いやほら、なんか床に並べてる絵あるじゃん、あれね、あ昔、うん、そうそうそう、あの今もう家の中にも鮭入れたくないから、あそう、あそう、あ前のあの駐車場で、あそう、鮭様として座らせたりしてないの、鮭神様って感じです。今の家は一番ないよ。でも好みがあったらさ、でも俺好きなんだよね、うん、この人なんていうの、これ嫁にさらしたの、モダン風の部屋にしてたらあるかもしれない、うんうんうん、そうだよね、かっこいい、かっこいいとビシッて決まりそうだよね、そう、モルタルっぽい感じがさ、なるほど、うん、風合いとか、ね、大輔のそのソファーを置くテーマは何なの、一応あれなんだろう、シンプルモダンテイストみたいな、
セラミック系のセラミックのダイニングテーブルと高そうだな、はい、これが高い。あとテレビ台もセラミック、半分セラミック半分木材みたいな、ふん、結構こうシンプルな、すごいね、すごくないですか、ジャクソンのフィールドマスター、フィールドフィールドマスターってなテスターフィールドテスター、うん、金だって見んよ、これから学費で行くのかな、安くします、安くします、安くします。じゃあまとめる、そんな感じで、そんな感じで、はい、そう、ご相談があれば、はい、僕のリビングは絶対よくあれで決まると思います、うん、クリアマンジャーよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん、クリアマンジャー、はい、見てみてください、はい、家具迷ってる方、じゃあ出来上がったらストイック D のうち凸するか、じゃあ凸？どんだけ撥水するかをさ、ガッツリこぼして、そう、鮭とか乗せてみてさ、せめて綺麗な水にしてあのカレーとかで見るよ、トロトロしたやつ、桜の鱗がちゃんと鱗、あ、そうだね、うん、やろう、じゃあ、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、ジャスジャス、ソルトさんの隣。